人間将棋姫路の陣。
いやー、力強い和太鼓の演奏は高野匠さん率いる太鼓グループ匠の皆さんでした。本当に素晴らしかったですね。高野匠さんは、この後にも登場していただきますので、お楽しみにしていただきたいと思います。さあ皆さん、 Ladies and Gentlemen, Welcome to Human Japanese Chess Just below this beautiful Himeji Castle。 皆様改めましておはようございます。人間将棋姫路の陣にようこそお越しいただきましてありがとうございます。私は2日間司会を務めますスザンカと言います、どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、人間将棋姫路の陣は昨年に引き続き今回で2回目の開催となります。昨年は大手前公園で開催しましたが、今回はですね、姫路城のお膝元、こちら三の丸広場を会場にお送りいたします。2日間の熱い戦いをお楽しみいただきたいと思います。お天気もね、晴れて、とてもいい感じだと思いますので、どうぞ皆様たっぷり楽しんでいただきたいと思います。さて突然ですが、ここで皆様に問題です。よろしいでしょうか。今私が立っているこちらの巨大な将棋盤なんですが、縦横何メートルだと思われますか。はい、16メートル。ありがとうございます。他にありますか。どれぐらいでしょうか。20メートル。 ありがとうございます。はい、そちらの可愛い方、何メートルでしょうか。はい、25メートル。ありがとうございます。よろしいですか。正解は、こちら前に座ってらっしゃる方、20メートルでございます。20メートル、大きいですね。ありがとうございます。人間将棋姫路の陣初日となる今日は、この巨大な将棋盤で繰り広げられる人間将棋の他にもですね、会場周辺のテントでは自由対局や指導対局、さらにですね、こちらはどなたでもご参加いただける詰将棋クイズもございまして、皆さんにたっぷりお楽しみいただきたいと思います。世界文化遺産である姫路城を背景とした将棋イベントの数々で、秋の一日をお楽しみいただきたいと思います。さてそれでは早速ですが、オープニングセレモニーを進めてまいりたいと思います。登壇者の皆様、どうぞ前にお進みください。さてご登壇いただきました皆様をご紹介いたします。岩見俊勝姫路市長、公益社団法人日本将棋連盟会長谷川浩二様、久保利明九段、若松正和七段、藤
畠山守七段、北村桂花女流初段、山口恵美奈上流一級、そして姫路市の黒田官兵衛イメージキャラクターの官兵衛君と、岸の町加古川市から黒田官兵衛の奥様で照姫イメージキャラクターの照姫ちゃんも応援に来てくれました。どうぞよろしくお願いします。それでは皆様どうぞおかけください。まずはじめに主催者を代表しまして、岩見俊勝姫路市長よりご挨拶申し上げます。市長どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。人間将棋姫路の陣、たくさんの皆様にご参加をいただきましてありがとうございます。この人間将棋は昭和31年に山形県の天童市で始まったんですね。それを我々もご指導いただいて姫路でやろうと。その理由はこの姫路城に代々ご城主がおられますが、姫路で生まれた城主ただ一人、黒田官兵衛なんですね。でこの黒田官兵衛の戦略のモットーは、人は殺さず生かして使う、これなんですね。そうすると皆さん将棋ご存知のように取った駒を自分の味方に使えますね。このようなゲームは世界におそらく将棋しかないと思います。そういうことでは、この人を殺さず生かして使うというこの官兵衛の哲学とこの将棋の基本一致する。だから姫路で将棋、これはもう本当にぴったしだということで、これからずっと続けてまいりたいと考えておりまして、今日谷川会長をはじめ、棋士の皆様からいろいろと応援をいただいております。また今日は地元の白露中学、東湖中学の生徒が駒になって動いてくれますので、ご声援をよろしくお願いいたします。これで、皆さんのご声援を得て、ますますこの人間将棋、世界遺産姫路城の下でぴったした、これをさらに続けたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございます。岩見俊勝姫路市長よりご挨拶申し上げました。ありがとうございました。続きまして、公益社団法人日本将棋連盟会長谷川浩二様よりご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。日本将棋連盟の谷川でございます。人間将棋姫路の陣に朝早くから大勢の皆様方にお越しいただきました。本当にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。先ほど、岩見市長からご挨拶がありましたけれども、天童での、人間将棋は60年以上の歴史があり、こちら姫路では昨年に続いて2回目ということで、あります。主催をしていただいております姫路市様はじめ、ご尽力をいただきました皆様方に厚く、お礼を申し上げます。現在私たち将棋盤の上に乗ってるわけでありまして、ここに9号ってあるんですけども、8号の地点に座ってまして、9号の地点で今マイクの前で喋ってるということになるわけなんですけども、将棋の棋士としてはですね、ちょっと将棋盤の上に座ったり立ったりするというのは非常に落ち着かないものがあるのはあるんですけども、ただ今日はイベントですので将棋の神様もお許しをいただけるのではないかというふうに、思っております。先ほど司会のスザンカさんから、ヒューマンジャパニーズチェス
という話がありましたけれども、姫路は世界的にも非常に有名な観光都市でありまして、今日も外国人の方が大勢お越しになっております。聞くところによりますと、ヨーロッパの方では同じような形で人間チェスというのが行われているという話も聞きました。ぜひ外国人の方にもですね、この人間将棋を見ていただいて、またお国に帰って PR もしていただければというふうに思っております。こういう屋外でのイベントというのは、天気が晴れになればもう 90% イベント大成功ということなんですけれども、今日明日と2日間棋士全力を挙げて皆様方に楽しんでいただけるように努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。簡単ですがご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。公益社団法人日本将棋連盟会長谷川浩司様よりご挨拶をいただきました。将棋の神様もね、お許しをいただいたということで嬉しいですね。さあ、それではオープニングセレモニーはこれで終了させていただきます。棋士の皆様はこの後のご準備をお願いいたします。ご登壇の皆様はご退席をください。皆様改めまして拍手でお送りください。ありがとうございました。ここでこの後のプログラムをご案内したいというふうに思います。まずこちらでは12時よりいよいよ人間将棋が始まります。12時より人間将棋が始まります。本日は北村恵佳女流初段と山口恵美奈上流一級の対局となります。そして向かって左手奥の自由対局コーナーでは、事前のお申し込みは不要で、どなたでもご自由にご参加いただけます。そして本日ご参加いただいている棋士の皆さんから出題される詰将棋クイズも随時受け付けています。専用の回答用紙にクイズの回答をご記入の上、受付テントのボックスに投函してください。それぞれの問題、正解者の中から1名ずつ、合計6名の皆様に出題棋士の3色紙をプレゼントいたしますので、どうぞ皆さんチャレンジしてくださいね。クイズの正解発表は午後2時15分頃から向かって右手のステージで行います。なおクイズの応募受付は午後1時までとなっていますので、皆様お急ぎください。さらに2時45分からは先ほどの自由対局コーナーにおきまして指導対局も行います。こちらは事前のお申し込みは必要となりますが、ご見学は自由です。それではここで、英語で申し上げます。 Okay, so the real human chess, we will start from 12 o'clock. 12 o'clock we will start with human Japanese chess. Miss Keika Kitamura and Miss Emina Yamaguchi will have a play, so please join us if you like. Also on the left side there is the free play corner. Go and have a look if you like to. And also don't forget that we have a quiz, Japanese chess quiz. If you like to join, please take the list and find the answer there. And then submit it to the entrance stand. The correct answers will be announced at 2:15 p.m. on the right side. That's it for this time. さあ皆さん、その他も会場には姫路市の PR コーナーや
日本将棋連盟のご協力によります将棋グッズの販売、さらに姫路両院組合連合会によるお弁当の販売も行っています、ぜひご利用ください。それでは人間将棋姫路の陣12時のスタートまでしばらくお待ちください。戦の世の束の間の安穏の日々、深く染み入るようじゃ。まことそうでござりまする。おお、これは千姫殿。この国の穏やかなこと、それにもましてこの姫路城のまばゆいほどの美しさ、さすが官兵衛様のお国でございます。これはお褒めいただきありがたき幸せにござる。官兵衛様、今日の良き日に舞を舞わせていただきます。おう。
まこと素晴らしき舞、その美しさ、大空を舞う白鷺のようでござる。官兵衛殿、お命頂戴。殺してはならぬ、生かすべし。母、その方らを使わした者はまたいずれ拙者の命を狙うであろう。ならばその者のもとに帰り告げよう。命のやり取りはもううんざりじゃ。人死にの出ぬ戦をしようとな。それはどのようなものでござりまするか。将棋じゃ、武者将棋、いや人間将棋をするのじゃ。人は殺さず生かすのじゃ。なるほど、人は殺さずその得意とする技を使って我が軍勢として活用するというのが官兵衛殿のお考え。相手方より召し取った駒をこちらの戦力として活用するという将棋もまたしかるということか。殺さず生かす、しかと受けたまに申した。官兵衛様、まことに素晴らしき考えのようでございますが、実は私は将棋というものをよく知りません。私に将棋とやら教えてはくださらぬか。ならば早速この姫路城のお膝元で人間将棋をやってみるか。やってみろと申されても私は将棋を知らぬのじゃ。心配は無用じゃ。采配は心強いプロの棋士にお任せされればよい。千姫殿は東軍を、拙者は西軍を応援しよう。わかりました。それではまず東軍の皆の者入れよう。さて、いよいよ先手東軍の駒が登場します。東軍の駒は姫路市立白露中学校の皆さんです。騎手三木幸太郎さん、副今津圭一郎さん、副高橋雄平さん、副福永優斗さん、副中本啓太さん、副室田龍樹さん、副坂口優樹さん、
府松本和孝さん。府安井蓮太郎さん。府上原慎吾さん。筆者本山光成さん。各田中良太郎さん。業者高見剛さん。桂馬藤原拓海さん。議員玉田優馬さん。金金地春人さん。玉段垣丈太郎さん。金茶屋たけしさん。銀森川優太さん。桂馬福本壮太さん。強者沢豪大さん。続いて西軍よ入れよ。さあ続いては西軍の駒が登場します。西軍の駒は姫路市立東高中学校の皆さんです。旗手森ゆずきさん。府宇都宮彩奈さん。府北島智也さん。府阿部伊吹さん。府森千尋さん。府土井優馬さん。府小倉七海さん。府竹内銀太さん。府山崎楓さん。府阿部萌香さん。各田村俊介さん。社川口優斗さん。業者石原優さん。桂馬田中沙耶さん。議員中野春人さん。議員辰川大和さん。玉石本勇樹さん。議員玉井真奈美さん。議員丸尾恵子さん。桂馬福永龍瀬さん。
強者堀島きのこさん。それでは東軍の司令官をご紹介しましょう。先手東軍の騎士は山口恵美奈女流一級です。よろしくお願いします。続いて西軍じゃ。後手西軍は北村慶華女流初段じゃ。よろしく頼みましたぞ。それではここでこの対局の解説を紹介しよう。右手の舞台に注目いただきたい。前半の解説は谷川浩司九段、そして久保利明九段じゃ。お二人ともよろしく頼みましたぞ。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは始めるぞ。人間将棋姫路の陣の開始じゃ。北村殿、それではよろしくお願い申し上げる。よろしくお願い申し上げる。初っ端から可愛いのは反則ではござらぬか。それでは参ろう。拙者の刀が少々使い慣れてござらぬゆえちょっと乱れておるが、では参ります。盤上に最も大きは不成、盤上に最も少なきも不成。では参ろう。7六歩。はい、では久保さん解説の方もよろしくお願いいたします。まあ、お二人がですね、はい、読み上げて駒を動かすまでに少しやっぱり時間がかかるの で、ね、まあ、その合間を縫って解説をしたいと思いますが、はい、はい、西軍の皆の者頑張るぜよ。3四歩。なんで噛んでおるのだ。はっきり喋らぬか。すまぬ。許す。なんだか私たちいらないみたいですね。2人でやってもらってもいいんですけど、まあ、こんな感じで自由にやっていただいて、はい、それが一番良かったです。お願いします。この人間将棋の対局者が大変なんですね。解説者はそんなに大変じゃないんですけども、そうですね、はい、まあ、こうやってプレッシャーかかりますからね、人間将棋というのは。掛け合いもやっぱりしたいでしょうし、はい、でやはり去年久保さんは、あ、そうですね、去年やらせていただいたんですけ ど、やっぱり皆さんに動いていただいていかないといけないですから、いかにこう一回は必ず動いてもらうかということを考えながら、はい、やってましたけどね。我が飛車はこのままで戦うことを決めた。いくぞ。2六歩。はい、2六居飛車宣言ですね。はい、そうですね、はい、はい、今日は中学生、まあ、40名ですかね、はい、そうですね、はい、参加していただいてますけれども、はい、久保さんは駒の役に、はい、そうなりたかったら何がいいですか。何になりますかね。何ですか。やっぱり飛車です。飛車ですか。飛車角かがいいかなと思うんですけども、はい、はい、4四歩。何か物を申さぬか。我と喋りたくないというのか北村殿。すまぬ。許す。参るぞ。2五歩。山口さんも北村さんも大学生ですよね。はい、そうですね。はい、で、山口さんの方が3つぐらい上ですかね。そんなに1つみたいな、ね。ごめんなさい。はい、それほど、あ、まあ、ほぼ同い年なんですね。なんか今の会話を見てると相当年上のようになんかいじめてるようにしか見えないんですけど。いじめてはなりません。
不交換はさせぬぞ、三三角。読みのうちでござる。いざ、四八銀。将棋は居飛車と振り飛車の戦いになりそうですけれども、はいはいはい、そうですね、まだ7手しか進んでなくて、ね、はい、別にね、プロ棋士だったら目をつぶってでもさ、指せるような7手なんですけども、はい、ちょっと対局者すでに相当力を使っているような感じがしますけれども ね、これが最後まで続くかどうかという感じがありますが、はい、我の陣形は四間飛車、四二飛車。四二飛車、先ほど久保さんがやっぱり40枚全部の駒をなんか使える形っていうふうな、はい、やっぱり序盤の駒組みが長い方が、そうですね、駒組みが長い方がよくて、まあ一番いいのは銀冠かなと思ってるんですけども、銀冠って桂馬も香車も結構使いやすいので、あ、そうですね、はい、いざ守りを固める時が来たようでござる。6八玉。去年やらせていただいた時はですね、すごく肌寒くてですね、すごく待ってる時に震えてる子がいたので、今日はもう暖かいので、はい、逆に良かったかなと思いますね。そうですね、逆に暖かくて昼寝をしないようにという感じが、ね、しますけれども、はい、北村殿、さては寝ておるのでござるか。対局者起きてると思いますけどね。いやその解説にまでリアクションしなくてもいいんですが。9四歩。例えば横歩取りのような将棋だと、はい、ちょっと手数も短いですし、そうですね、動ける駒、はい、が結構限られてくるので、香車がポイントですよね。香車を動かすのは結構大変で、そうですね、桂香がやっぱり一番難しいので、通常のなんか将棋でもやっぱり中央で戦い始まると、はい、4枚の香車一度も動かない、そうですね、棋譜用紙に動かないまま終わること多いですから、棋譜用紙になんとか香とかいうのが、はい、出てこない将棋っていうのも時々ありますんでね、はい、やっぱり居飛車対振り飛車か相居飛車でなんか矢倉とか、まあ、矢倉とかですかね、はい、いうのであればもう戦いが始まるまでにある程度は使いますので、なんか30枚ぐらい駒が動いてるというようなこともあるので、はい、この将棋だとやっぱりポイント何ですかね、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、ね、まあやっぱり桂香をいかに使うかだと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、ここら辺はね、さりげなく付き合ってとか、ね、そうですね、その辺はさりげなく橋も強者も使いやすいですし、まあね、この強者もなんというか、はい、動かさないまでも取られてしまうとかですね、振り飛車側はこっちの景況、振り飛車側はこちらの景況だと思うんですけども、そのあたりをぜひ対局者は気をつけていただいて、はい、はい、いざ九六歩。はい、まあ、穏やかに受けましたね、はい、まあ、この九四歩は藤井システムで、まあ、はい、居飛車穴熊を、まあ、警戒したということなんですけども、受けましたね、はい、まあ、穴熊にすると香車は使えるんですけど、この桂馬が使えなくなったりするので、あ、はい、はい、久保さんは去年は誰と対局したんですか。去年山崎さんと指したんですけど、あ、はい、まあ、山崎八段は明日も対局者ですね、はい、あ、そうですね、はい、久保山崎戦はどんな感じの将棋だったんですか。いや、 やっぱり対抗系のこういう感じの将棋になりまして、はい、で銀冠、お互い銀冠みたいな感じで、まあ、もう戦う前にもうこういう形を作ってしまったんで、はいはいはい、全部こうやって作って、とりあえず作ってからやったんで、あ、そうですね、まあ、なんとか収まりついたんですけど、はいはい、やっぱりあんまり局面が進んで終盤戦になって、そうです、終盤になるとちょっと変な手になってしまうので、変な手刺さないとね、ちょっとやっぱりプロとしては、そうですね、さりげなく景気を使った後に攻めて、ね、はい、北村殿、灰を刺さぬか、何を迷っておる。山口殿、急戦には負けぬぞ、六人玉。誰が急戦と言った。ここから穴熊やもしれぬ。いざ七八玉。いや、対局者のお二人、私たち勝手に喋ってるので、止まるのを待ってると、はい、いつまでたってもさせないので、どんどん、はい、刺してください。、はい、好きなタイミングでやってください、はいはい。我は美濃囲い、7二銀。先に手の内を明かすとは、よっぽど腕前に自信があると見た。なんかごめんね。本当に喧嘩じゃない、あ、言っときません、好きなんですよ。でも盤上でござる、戦にござる。五八金右。
山口さんこういうことするのは初めてだと思うんですけど、とてもそうは思えないですね。いやいや、本当に、ねね、イベントに慣れ向いてるというか慣れてるというか、これから貴重な戦力になりますね。ちょっと、はい、人間将棋のレギュラーを目指してるんじゃないですか。でも毎年やっていただいてもいいかもしれませんね。いざ7一玉。いや、なんか別のイベントでもしかして歌を歌ってもらうかもみたいなことを言ったことがあるんですけども、はい、喜んでぐらいの勢いで、あ、そうですか、はい、結局実現はしなかったんですけど。いざ5六歩。今密かに絶対練習してますよ。久保さんもう一度声をかけてあげてください、はいはい、もう歌っていただけるならいつでも喜んで。いざ3二銀。何か申さぬか。すまぬ。癒しだけでも十分でござるが、ファン、全国のファンに。まあよい。5七銀。田村さんも毎回毎回何かね、そうですね、ね、いや結構毎回なんか言いながらさ、うん、大変なんですね。違ったこと言うの大変です、ね、いや 僕もそこまでできなかったですけど、いや山口さん違いますねやっぱりね。いざ5二金左。あ、もう北村さんいざだけでいいからもう。いざだけで十分可愛いと厚みな女でござる。我が天守閣を見よ。八六歩。なるほど、天守閣、天守閣、天守閣美濃ですね。考えてますね、はい、素晴らしい、ちゃんと考えてますね、はい、天守閣には銀冠で対抗するぜよ。6四歩。お、ちょっと違ったこと言いましたね、はい、素晴らしい。いい感じでござるよ北村殿。8七玉。こうやって玉がちょっと3段目ね、そうですね、はい、上がるのが、まあ、これ昔は結構多かったですけど、最近は少ないとはいえ、そうですね、はい、まあ、お城に持ってこいの戦いかなと、はい、そうですね。いざ高見の6三金。ただこれここの辺りの景気をどうするんですかね。使い方が結構大変だと思うんですけど、あ、そうですね、はい、8七玉と上がった形っていうのは桂馬と香車が使いにくいというか、はい、この桂馬と香車が動くことになるとなんか潰されてるっていうようなことが多いですね。そうですね、取られてもそうですし、まあ、また組み直すのかもしれませんけども、そうですね、はい、7八銀。あ、今回珍しく何も言わずに7八銀でしたね。、はい、ちょっと北村さんに気を使ったんですかね。まあ、そろそろ、まあ、喋ることはなくなってきたかもしれません。いざ4三銀。もうでもだいぶ動きましたね、はい、半分ぐらいは動きましたかね、半分ぐらい動きましたかね、はいはい、我が城は鉄壁にてござる。6六銀。昔よくこういう将棋見ましたね、はい、あ、そうですね、20年 も、ね、もっと前ですか、藤井システムが出てくるまでは、はい、振り飛車にはこの、構えがかなり有力 で、まあ、そうですね、多かったですよね。私も20代の頃はよく指したんですけども、はい、山口殿、固くはさせぬぞ。7四歩。セリフがいちいち可愛いのは何でござるか。色仕掛けとはよろしくないのではござらぬか。我が角はこの筋にて使うぞ。7九角、はい、そうですね、角は、はい、8八にいても使えないので7九から2四歩を目指していくと。そうですね、6六銀と上がった時からの、まあ、継続手段で角が、はい、まあ、次にこういうような手があるということですね、はい、取って同角、まあ、という手があるということです。はい、そうはさせぬぞ。2二飛車。はい、早速答えていただいてありがとうございます。はい、はい、2四歩の筋には気づいておったようでござるな。いや、それは気づきますよ。バレておったか。では我が城を見よ。7七銀引く。いいお城になってきましたね。あ、そうですね、はい、固くはさせぬぞ。6五歩。あ、早速反発しましたね、はい、位は取らせぬ、はい、これは次にこう6六歩とついて、ついて金上がればもう鉄壁ということですね。6七金と上がれば非常にもう金銀4枚で、はい、守れる形になるので、それを、まあ、そうはさせないと、させないと、トークにばかり気を使ってるわけではなく、局面の方もきちんと気を配ってる、ね、はい、もちろんでござる、はいはい、角の頭が丸いようでござるよ。3六歩。
はい、かなり駒も使えてきましたね。そうですね、はい、まあ、ここの位がどうなるかっていうのが、はい、まあ、この将棋一つ大きなポイントで、この、まあ、歩を、まあ、例えば後手だけで言うとこうやって、まあ、こんな感じですか。そうですね、まあ、玉頭をなんかこういうようなことになると非常に角の効き目もあって嫌な形ですよね、はい、ただ、まあ、これは、まあ、もう何手もいっぺんに指したので、はい、まあ、それまでに、まあ、先手も、まあ、あの先ほどね、あの山口殿がおっしゃいましたけども、角の頭が丸いということで、ここを、まあ、はい、そうですね、まあ、攻めるとか、まあ、あるいは急所になりやすいですね、はい、まあ、あるいは角をこんな感じで展開するとかですね、はい、はい、いろんな含みがあります。いざ桂馬の活用、7三桂馬。北村殿の名前は桂馬と香車でできておるが、その桂馬と香車が働く展開にさてなるかの。させるで、させるさせるのか、そうかそうか、下せぬ下せぬとはどういう意味じゃ。そのままの意味じゃ。辞書を調べ。わからぬ辞書、そのような意味だ。盤は広く見るものでござる。1六歩。はい、山口さんは北村さんが桂馬か香車を使ったらそれを喋ろうと準備してたんじゃないかなと私は思うんですけども、はい、北村桂花さんですからね、桂花さんですからね、はい、将棋の関連してる名前の方は結構いらっしゃいますけど、いますけども、2つついてると、はい、ああそうか、 うちの弟子もちょっとそういうところありますね。龍馬とかいますけども、矢倉さんとかもいますしね、はい、矢倉、ね、あと歩さんもいますし、あ、いろんな人いますけど、そうですね、はい、はい、桂花さんという人はちょっとやっぱり初めて聞きました ね、 なかなかいね、はい、強者も活用するでよ、1四歩、はい、それは歩でござるが、強者をここからどのように使うプランでござるか。しかとこの目に焼き付けておくでよ。あ、ちょっと最後噛みましたね、ちょっとね、緊張してるのですいません。緊張してるんですか。緊張、すごい緊張してます。うん、ここはさすがにあうんの呼吸ですよね。そうね、大体もう人間将棋の場合はもう端歩はまあ受けた方が無難かなと、まあ、プロの公式戦だとね、ちょっとこれが、ね、ちょっとまあ、あのこの一手を一手にパスして向こうの手を指したいんですけどもね、はい、やっぱりここら辺はやっぱり、はい、確かにでもまだそうですね、桂香があまり動いてないですね、桂馬が一枚、はい、そうですね、はい、我が大駒を使うときでござる。二六飛車。はい、はい、大駒これで全部動きました、はい、あの飛車ってあの意外にあの振り飛車のときは多く動くんですけども、はい、居飛車のときってなんか最後までここにいたままっていうこともありますよね、あの動かないけれどもその縦横睨みを利かして、あの働くというようなことは一番効いてるのがそのある現在のいる場所の可能性もあるんですね。飛車って意外にあの動かすと位置が悪くなる可能性ありますんでね、はいはい、まあ、こうやったということはどうなんでしょう。次はまあまあ、まあまあ、桂とかを使いやすくしたということなんでしょうかね、まあ、視野に見てるということですかね、はいはい、我の銀冠は鉄壁じゃ。8四歩。城を作る暇がさてあるかの。これは陽動作戦でござるか、挑発でござるか、それともただただ城を作りたいだけでござるか。城を作りたいだけじゃ。素直か。素直な人柄はとても良いと思うぞ。我が攻めはここにて始まるようでござる。三五歩。もういきなり突っかけていましたね、はいはい、いやでも北村さんも城を作りたいだけと言ってますけども、実はそうじゃないかもしれないんでね。ええ、あの山口さんも騙されないようにしないとね。もしかしたらもうすぐに攻めてくるかもしれませんからね、はい、罠でござるか北村殿。罠でござるか。
何か喋らぬか独り言でござる罠でござる三号同じく歩罠なんだ罠でござったかコマが持ち駒に移動するのは初めてでござるな本当じゃの我が軍が我が軍これ敵になるのか我が府敵になるのかいざ三号同じく角城を作るぞ八三銀まだ城にこだわるか本当に城が好きよのこれ銀冠を目指してますね我が角は新たなる場所に赴く時が来たようだ五七角はい五七やねこれなかなかいい場所ですよねそうですねはい、はいまあ、こちらへ聞かせて、はいまあ、例えばこ う,、まあ、こういうようなとこうなんか攻められたときに逆にこちらから、まあ、そうですね攻める手もありますし打つような手もできてますのでね、はいはい、城が完成じゃ7二金、はい、それはめでたい城のどこが好きでござるかこの銀冠のどこが強いのでござるか頭じゃ知っておれ金銀も正しく使わねばただの石瓦に同じでござる我が敵陣を敵のん違うでござるなちょっと順調じゃない時も戦は戦でござる三七桂こうやってやってますけどね普段はもう本当にあの連盟に来て将棋連盟今一番いるんじゃないですかねあ山口さんですね、はいはい、山口さんあの、はい、もう毎日も連盟に来て、はい、あの勉強してますね寄付を並べたり、はい、研究会をしたりそうです、ね、あとセリフを練ったりとか、うん、そういうこともしてます、まあ、おしゃべりしてたりもしますけどそうですかただもう本当にでも連盟来るだけでやっぱり、あの勉強になるって言いますのでそうですよね、はいまあ、北村さんもよく顔見ますけどねあ、はいはいここで角を活用するときじゃ4二角活用すると言いながら引っ込んでいるのではないか働くのかこの角はこれからじゃ楽しみです強気だったり弱気だったり弱気だったりこれが世に言うツンデレでござる我が飛車を高位置に据えるぞ三六飛車そうですねこれはもう絶対と言ってもいい手ですかね逆に回られちゃうとちょっと逆に回られると、はい、また歩を受けないといけないですからそうですねせっかくここ交換していったのにまた何か受けなきゃいけなくなるので、はい、そうですね飛車はまあ当然、はいはい、そうですね、はい、やっと角が使えるぞ五四歩それはめでたい、はい、ただその角効いておるのか我が筋に効いておるのか頭を狙っておるぞ頭が好きよのまあ、頭っていうのはここを狙ってるわけですねそうですね、はいはいまあ、この角本当に、ね、よく効いてて、はいね、角がなかったら飛車になられてしまいますからね終わりですのでね、はいでまあ、状況によってはここの高位置に出ることを見ているここは北村殿には申し訳ないが拙者の香車も使わせてもらうぞ1八香車はい、はいまあ、まあこの辺りがお約束という感じのなんとなくちょっと相手にメッセージを送ったような感じの手ではありますよね。はい、はい、強者の活用には負けぬぞ1、2、強者、はいまあ、これはもう人間将棋のお約束ですねそうですね、はいはいまあ、この辺りを多めに見ていただければと思います、はい、全ての駒を働かすというのが将棋の真理でござる我が歩も働かすでござるよ四六歩はいなるほど、まあ、歩も先手はこの歩と、まあそうですね、後手はこの歩ですから、はい、あと1枚ずつぐらいですからね、はい、もう
かなりの。いや、本当素晴らしいですね。はい、いやこの手もやっぱり人間将棋関係なく関係なくさせてみたいですね。こうやってこういう風な感じで、はい攻めていきたいところですのでね、はい、本筋の手ですよね。はい。とまあ、ここもねなんとなくこちらから突くような手もあるでしょうし、そこもこちらからいずれ突きそうな感じですけど、まあ、先手からこんなことすれば自然にこの方も動くかな、はい、ということなんで、そこは結構動きますからね、振り飛車の兄さんの方は、はいはい、だからあとはまあうまく、そうですね、あのこの景況がちょっと終盤でね、はい、終盤でごちゃごちゃした戦いになって、あちらの強者系を、僕この桂馬が一番不安なんですけど、まあ、あそうですか、はいいざ戦いの時じゃ2四歩、あもう自分から来ましたね、もうちょっと懸案をもうね、はい、解消しようと、はい、あ北村さんの方は歩が全部、北村さんの方はあとこの香車と桂馬ですね、馬そうですね、はい、2枚ですね、はい、2枚、はい、山口さんの方は桂香と歩が1枚3枚ですね、はい、もう35枚動きました、はい、もう戦う前にもう仕上げておこうと、はい、そうですね、はい、こうやったですね、戦と申すが我はこの筋で戦いたいのじゃ、4五歩、あ、はい、うん、まあまあ、これは、まあ、突きたいところですね、はい、そうですね、はい、ちょっと北村さんの方が気になるのがあの駒ですよね、これですね、これがちょっと、はいはい、すぐに王手になりそうな形しますので、そうですね、こうやった時にもうすぐに、はい、もう、はい、すぐに王手かかりますので、あるので、はい、まあ、それを、まあ、見越して山口殿あっぱれじゃ、しかし負けぬぞ三五歩、ありがたき褒め言葉でござる、しかし我が飛車の頭を叩くとは何たる何たることにござるか、これは何たることかという手ですね、ずいぶん強気ですね強気ですね、はい、一歩で我の飛車も角も封じられると、その他は申しておるのか、申しておるのか、そうだぞそう北村殿は現代っ子でござるか我もでござる、我も平成生まれでござる、一個上でござる、三個上ではござらぬ失礼しました会長にまでダメ出しをダメ出しにはござらぬ三五同じく角、うん、そうですね、まあ、角で取るのは自然かなと、はいはいはい、こちらですね、形はまあこうなんですけど、ちょっとこれがちょっと来ますので、そうなんですよね、はい、通常はそれで成立するんですけど、こういうところはあのこれでこうやって、そうですね、取ればいいのでということなんですけれどもね、はい、ちょっと玉の位置が今度取った時が、はい、これ王手になっちゃうんで、はい、そうなんですよね、はい、王手で今度逃げたら飛車まで取られちゃうんで、はいはい、これはちょっとまずいですね、どうした北村殿、困っておるのか、困っておるのか、困っておる、困っておるのかすまぬが我は敵ゆえ助けることができぬ、そこまで素直でいいんですかね、素直ですね、戦ってるはずなんですけど、はい、しかし負けぬぞ五三角、これちょっと予定変更ですけども、はいはい、まあ、取り込まれた時に取りやすいと、そうですね、はい、かなりあのアクロバティックな受け方ですよね、はい、例えばこうやって、いやもう かなり怖いですね、いや怖いですけどね、こうやって、はい、ただまあそれでしのごうと、はい、こうですね、北村殿、はい、なんじゃこの将棋の主役は何でござるか、王様じゃ、拙者は違う、角でござるよ、角、我が角が生き生きとしているのが目には見えぬのか、まあ、これで一応紐がついているので、まあ、ね、はい、まあ、一応逃げれば一応なんとか耐えてるか、はい、ということなんですけども、怖い手ですよね、怖いですね、はいはい、よって次の手は、まあ、飛車寄れるとちょっと錯覚しちゃったですかね、2四角、はい、あでで冷静にこちらを取ったんですね、まあ、はい、まあ、飛車はなれませんけど角は次5一になれますので、はいはい、こちらも角を使うぞ、4五歩、その角の筋は働いておるのか、我が玉を狙っておるのか、
どうぞ何かを物を申せ物を申せ寂しいでござるうっかりしたのじゃちょっと北村さんそれどころじゃないという感じがしますね。申し訳ないことを聞いた、はいはい、多分上にあの将棋盤置いてあると思うんですけどね。そう、あのそうなんですね、ええ、それ考えながら喋りながらなんでいろいろ考えてるんで、そうなんです、はい、さすがにちょっとこのステージのあの駒を見るのではそうですね、ちょっとあの盤面がちょっと見えないので、一応将棋盤置いてやってるんですけども、北村殿、桂馬が2回跳ねることを何というか知っておるか。桂馬の高飛び歩の餌食違うそれは我の桂が死んでおるじゃんか天使の跳躍をする時が来たでござるよ。この桂馬を活用させる時でござるよ。あ、でも2回だったかな3回だったかな、ちょっと忘れたでござるが、桂馬の、まあ、跳ねていることには問題はない。4号桂同じく桂でござる。4号桂ではござらない。いや別に山口さん言っちゃったんだからもうね、あの2回でいいということにすればいいのに2回今日から2回ですまあ、あの世界各国でねいろんな将棋ありますけども、はい、日本の将棋だけなんですよね、あの取った駒を使えるのは。で、ね、ではい、このまあ人間将棋もあの最初はあの分かれてますよね、はい、であの 赤の衣装と青の衣装なんですけども、はい、それがだんだん入り乱れてくるということありますよね。持ち駒を使いますので、はい、もともと敵だった人とも、はい、まあ、味方になって戦う。そうですね、はいはい、黒田官兵衛の世界ですね、すいません蜂が飛んできたのでいろんなアクシデントがありながら、まあ、屋外ですからいろんなことがあります、はい、粘ってたか戦うぞ三三歩。はいはいはい、三三歩、あれ角取れ、角がただでござるか、確認でござる、角はただでござるか大丈夫だ、サービスですね。サービスですか、優しいところが好きでござるよ。いや、ありがたく敵からの塩はありがたく受け取るでござるよ。五三桂なる、まあ、これは、まあまあ、取れるものは取りたいですね、まあまあ、取りますよね、はいはい、もちろん同じく同金、同じく同金とは文法系、文法が文学部ゆえ申し訳ないここは戦でござったが、まあ、文武両道ということでご容赦あれ。どうもここから見てるとあの北村さんの将棋盤見てるんだと思うんですけど、そうですね、多分将棋盤をずっと見てると思うんですけど、見てるんですけども、はい、なんか単にうなだれてるようにしか見えないんでそのようにもう負けを覚悟しておるのかまだまだ戦うぞ頑張りましょうね、はいでは遠慮なく攻めさせてもらうでござるよ。三三角なる、おお勢いありますね、強気に、まあ、いろいろ、ね、ありますけどね、はい、こんな手もあったり、相手の駒もこう働かせながらの、まあ、こんな手も、まあ、いろいろあるんですけども、はい、一番もう北村殿、はい、立ったままでござるか座ってござるか、小さきゆえ分からぬ座ってはおらぬあ、座っておらぬのじゃあ、なるほどなるほど、三三同じく桂、これで桂馬も相手の桂馬をうまく、そうですね、これ、はい、あのね、自然に桂馬動きましたね、はい、あと香車だけになりますね、はい、北村さんの方は。北村殿の桂馬をいただく時が来たようでござるよ。同飛車なる、はい、じゃあ今からルール変えて20枚全部動かした方が勝ちにしましょうか先に山口さんどうですか。下せぬまあまあ下せないでしょうね、はいはい まあでもこれ山口さんの方もこの景気をどうするかという問題がありますからね、最後あ、まあ、こんな感じでしか使えないんで、はい、やっぱり勝つにしても全部動かしてから勝ち切ってもらわないと、ね、全部使わないとこれ、はい、もう勝ちとは言えないですからね、はい、あの8球の桂馬の方が泣いてしまいますから、これはまずいです。9球の香車の方と簡単には負けぬぞ。6二飛車、
粘りに転じたでござるか、はい、籠城作戦でござるか、まあ、ちょっとねこうで出たくもなるんですけども、ね、出るとちょっとまあ受けが弱くなるので、はい、さてはそのための城であったか、何か申さぬか、独り言でござる、将棋は対話でござるよ入学を目指しておる。無理でござるお主の城硬いでござるよ入玉は無理でござる。入玉はないと思いますね。入玉は大変ですね、はい、はい。入玉を防ぐとすればこの王手でござろうか。三一竜。はい、三一竜、はい、と王手ですね、はいはい、お待ちしました、はい、あ、わかりました。あ、じゃあ、ここで解説の方は前半戦が終了ということで、はい、後半の方に、バトンタッチしたいと思います。まあ将棋よりも会話が面白かったんで、まあいいんじゃないですかね。そうですね、はい、まあ、今までは、はい、大成功という将棋の方も口の方も山口さんの、はい、2連勝という感じですけども、はい、北村さんの巻き返しにも、ね、期待をしたいと思います。はい、期待します。はい、はいはい、では解説の方は、はい、交代させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて前半戦が終了したようじゃが、はい、やはり我らが西軍が優勢のようじゃな、千姫殿。いえいえ、何をおっしゃりますか、勘兵衛様。東軍の方が優勢しておりますよ。ここで我らが東軍の司令官山口騎士に聞いてみましょう。戦況はいかがですか。山口騎士、大丈夫でしょうか。はい、戦況はいかがでしょうか。ただいまのところ優勢にてござる。そのようでございますね。なるほど、では西軍も聞いてみよう。はい、北村騎士、戦況はいかがでござるか。苦しいでござるが挽回じゃ。なるほど、ここからが楽しみでござるな。そのようでございますね。どうもありがとうございました。いや、本当に素晴らしい戦いでした。それでは、この後ですね、こちらの大型の、基盤では撮影を行いますので、騎士と駒役の皆さんは整列をお願いいたします。そして皆様にはですね、2時15分から解説ステージにおきまして、詰将棋クイズの正解発表を行いたいと思います。2時15分からです。どうもありがとうございました。また2時15分は、こちらのステージで皆さんとお会いしたいと思います。どうもありがとうございます。さあ皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより皆さんにご参加いただきました詰将棋クイズの正解発表を始めさせていただきます。どうぞステージ前にお集まりください。さてこの後の進行は久保利明九段にお任せしたいと思います。久保九段、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはじめにですね、一問ずついきたいと思うんですけども、まずは谷川浩二九段の、詰将棋から、回答していきたいと思います。応募総数が58の正解者数が49で正解率 84% という問題でした。はい、呼び込んでみたいと思います。谷川浩二九段です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。
これあのこれ一応並べた方がいいですよね。はい、ちょっと番に並べた方がいいんですけども、はい、この箱がすごい邪魔だと思うんですけど、どうすればいいですかね。見えませんか。ちょうど邪魔ですかね。どうしましょう。すごく立派な箱を準備していただいてるんですけども、まあ重たそうですね、どちらがいいですかね。はいはい、いやでも下に置いていただくのもいいですか。そうですか。これで見えますかね。しかし、一応並べて回答終わってまた持ってきてもらう感じで、じゃあやればいいかなと。そうですね。はい、多分5×5ぐらいが見えればいいと思うので、はい。はい、すみません、優しい問題をというふうに言われたんですけど、はい、どうしてもちょっと詰将棋ということになると、やっぱり、はい、先生、詰将棋サッカーですから、やっぱりこだわりがあるので、はい、難しい問題にしてしまって、どうもちょっと、やはり、なんか、応募が一番少なかったような感じがするんですが、そうでもないですか、はい、よいしょ。いや、私も去年の反省で、ちょっと難しいと。はい、大変なのかなと思ったんで、はい、はい、ということで、記者が、はい、という問題ですね。これご覧になりますか。やっぱりこれが邪魔、テーブルが邪魔邪魔なんですよね。テーブルも見えないですかね。ちょっと寄ってると大丈夫なんですかね。そこに全部置いといてもらえればいいかもしれませんね。見やすくなるかなと思うんですが、はい、箱ももうその上で大丈夫ですか。箱ここでも大丈夫ですね。ですか、はい、そうですね、はい、これで多分かなり改善されたと思います。はいはい、では、正解申し上げます。はい、はい、1三竜ですね。1三竜、はい、同じく玉で、2二角と打ちまして、2四玉と逃げまして、そこで3四馬と、そうですね、これがちょっとやりづらいですね。はい、出て、1五玉、はい、3三角成、はい、で、同じく銀、最後は2五飛車成でも2五馬でもどちらでも正解ですかね。はいはい、の9手詰めですかね。はい、はい、まあちょっとですね、まあ、飛車角、捨て駒が多いですよね。飛車角4枚あるんですけれども、はい、まずこの2一の飛車取られてしまうと、はい、ダメなの で、 そうです、ね、まずこう捨ててで玉を引けば1二角と打って、はい、ということで、ね、詰みなの で、 でいいそうですね、はい、1三竜同玉と、まあ、取る一手で2二角と、はい、で2四玉と、はい、次の手がポイントですかね。はい、はい、こうちょっとなんか何をやってるかわからないんですけれども、そうですね、ただで、しかもなんか逃げられそうなので、はいはい、でこれ同玉と取るとちょうどですね、ここに4四角成と馬を作った時に飛車がサーッと2筋効、ね、いてくるんですね。はい、でこれでもうぴったり詰んでるということです。はい、でこれ取ることができないんですね。で逃げる1五玉と逃げるんですけども、2二角を、邪魔な角をさばいてしまうことによって、はい、2一の飛車が、効いてくるということで、はい、はい、あります。この9手詰めが、正解となります。はい、はい、はい、正解された方多かったですね。9割ぐらいの方が、そうですか、はい、素晴らしいです。もう有段者、まあ、かなり難しい、これはかなり強い方だと思います。はい、ね、はいはい、すいません、では抽選箱を持ってきていただけますか。あ、はい、お一人で、はい、そうですね、正解された方、はい、はい、すみません、人に、はい、お一人引かせていただきます。色紙が当たります。はい、神戸市北区からお越しいただきました、北垣康夫さんいらっしゃいますか。はい、はい、ありがとうございます。あ、恐れ入りますと、舞台の方までお願いできますか。
めでとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、では、じゃあ次、私の詰め将棋、はい、まあ、私もかなり簡単にしてお、はい、7手詰めの詰め将棋なんですけども、久保さんのちょっと真ん中になんか駒がいましたね。もうちょっと端で作ればよかったんですけど、64何でしたっけ、64銀の61飛車です、ね、銀銀銀でしたか。74に歩がいましたっけ。74歩に歩がいます。はい、はい、で角と金があれば、はい、角と金ですかね、もちろん、はい、ちょっとこの辺り邪魔ですね。はい、はい、これ で、まあ、これがスタートで、はい、まあ、では、はい、こっちの方に逃げていかれるとちょっと困るので、はい、まあ、ちょっと初めがちょっとやりづらいんですけど、まあ、初手銀なり5三銀なりで、はいはい、で同じく玉ですね、はい、で6四角、はい、で5二玉ですね。まあ、次の手はちょっとやりづらいんですけど、はい、まあ、5一金と下から打てば、はい、4三玉6三飛車成で、あ、はいはい、7手詰めはい、もうですね、あの、何も難しいところはないと思います。ただでも 5一金がちょっとね、そうですね、5一金はちょっとやりづらいですけど、はい、意外にあのここから打ったりしてしまうと、はい、逃げられた時に6三に飛車が成れるようにしておくのがポイントということですね。ちょっと1段目の金というのは効率が悪いんですけども、はい、ちょっとあの、まあ、伊藤畑先生の詰め将棋を最近よくやってまして、はい、こういう手がよく出てくるので。なるほど。それをちょっと参考というか、はいはい、作ったんですけども、はい、はい、まあ、これが、はい、では抽選箱をよろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、85% ぐらいの方が当たってらっしゃるので、これもかなり、そうですね、はい、はい、では行かせていただきます。久保九段お願いします。姫路市の稲友秀さんですかね。はい、稲さんです。あ、いらっしゃいますか。え、はいはい、はい、おめでとうございます。いらっしゃいました。はい、あ、はい、ってこられました。よいしょ。あ、はい、すみません、はい、あ、これでいいんですか、ね、あ、はい、そうですね、はい、はい、すみません。あ、すみません。どうもありがとうございました。ありがとうございます。たとしも。箱は後で詰めてください。はい、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 おめでとうございます。じゃあ次に、呼び込みさせていただきます。若松正和七段です。はい、あの、はい、師匠すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、まあ、師匠は姫路にもすごく縁があって、あの、石見市長とも随分懇意にされているということですけれども、うん、なんか、こちらの方はね、解説のちょっとお話しました、姫路の、播磨国総社というところがあるんですね。そこで、将棋大会を今年でもう24年になるんですね。まあ、そんなことでいろいろ姫路とのつながりっていうのがありまして、市長さんともそういうなんでお世話になってます。皆さんにもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。では、じゃあ、はい、じゃあ解説をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、うん、詰将棋は、主催者からなるだけ優しくて難しいという題をいただいたんですけども、まあ、私なりに考えて、この持ち駒を捨てるというのが初段への道じゃないかなと思いまして、ヒントに、初段への道というふうに書かせてもらったんですけども、まあ、そういう駒終盤がですね、駒の捨てがうまくできれば、有段者だと思います。まあ、まあ、優しくて難しくてというのは、初めにこの詰将棋では最後にこう金を残すという考えがあるんですけど、これはこの問題はいきなりこう金を捨てると、こうです、ね、はい、1三金と捨てるというのが、まあ
意外というか盲点といいますかね。で同玉と取らして、はい、3一角、この角を馬にするというのも一つのテクニックですね。で2三玉に2二角成、はい、で、3四玉にこのヒントの最後のと金、4四と金で解決、はい、7手詰めというのが、ね、はい、正解で、優しすぎたかもしれませんね、はい、そういうことで、7手詰めが正解です、はい、応募された方すごい多かったですね、はい、あの 93% の方が当たってらっしゃいます、はい、優しすぎたかな、いえいえ、まあ、でもあの、はい、そういう方が応募、ね、される人多いと思います、はいはい、はい、まはい、じゃあ1枚若松先生に引いていただきまして、はい、はいはい、加古川市平岡町の藤原勝弘さん当たってますあ、いらっしゃいました、あ、よかったです、本当に この問題ですか、分かりますか、じゃあ、はい、じゃあ先生からでは、はいはいはい、はい、はどうもおめでとうございます、あ、ではどうもありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ続きましては、では次、畠山七段に、はい、よろしくお願いします、はい、畠山七段は どんなのでしたっけ、あ、持ち駒金桂だったんですか、はい、確かね、そうですね、はい、とりあえずです。飛車が、はい、飛車が、3六は何銀ですね、3六銀、はい、銀、はい、これで合ってますかね、はい、はい、畠山七段、はい、では解説をよろしくお願いします、はい、これ、まあ、ヒントが初手がポイントということでしたけども、はい、はい、作って、まあ、ちょっと後輩に直してもらったんですけど、どうだったかな、ああ、そうですね、初手がポイントだと思います、はい、初手がポイントですね、そうですね、はい、今のヒントを、ね、もらって分かりました、1五角と出て、はい、同香と取って2五桂と打って、これ4四玉だと5四金なん で、はい、早いですから、2四玉と出て1四金と打って、はい、同玉に1二飛車成となって、はい、2四玉に1三竜、ちょっとね9手詰みなんですね、はい、本当は7手詰みを作りたかったんですが、ちょっと9手でね難しかったと思います、初手がちょっと難しい手ですよね、はい、2五桂と打ってしまうと2四玉でね、はい、こう詰まなくなってしまいます、ね、そうですね、初手は2五桂もあるし、はい、4三歩成もあるしって、なんかもっとあの、ね、指したい手たくさんあるんですけども、 いずれも逃げられて詰まないと、ちょっと不思議な感じがしますね、これね、はい、金桂持ってれば詰みそうな感じなのに、そうですね、で1五角に2四歩だと5三飛車成で早く詰んでしまいますので、はい、東京が正解と、ちょっと最初は4一に桂を置いたり、なんかいうわけのよく分かんないことをやったら、余詰めや不詰めがいっぱいできて後輩に直してもらったんですけど、まあ、こういう1五角同香2五桂が正解となります、はい、では抽選をしたいと思います、はいはい、抽選お願いします、あ、私が後ろ見てね、はい、はい、何名ぐらい回答者いましたか、ね、これはですね42名で正解が35名で 83% の方が、42名も 83%、はい、これかなり難問だと思いますね、あ、大阪府河内長野市南花台、はい、わざわざありがとうございます、相島翔一様、河内長野から来た相島様ですか、はいはいはい、おめでとうございます、おめでとうございます、あ、ありがとうございます、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、
あ、では、畠山七段ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次は来られるんでしょうか。女流お二人で、はい、お着替えが間に合うかなと思ったんですが、はい、ちょうど、あ、はい、もう来られてるんですか。あ、はい、では、まず、はい、北村女流初段の方から、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい。あ、もう怖いお姉さんいませんからね、今はね、はい、大丈夫ですよ、はい、怖くないです。あ、でも後ろにいるかもしれない。後ろにいるんですよね、はい、失礼しました。優しいです、はいはいはい。詰将棋は作ったことありますか。はい、いや、もうほとんど初めてで、はい、今回ちょっと形がちょっとあんまり良くなかったので申し訳ないかなと。いえいえ、そんなことはないんですよ。でも駒数が少ないというのはすごく大事なことなんで、はい、桂馬が、桂馬が、これないですよね、はい、これで持ち駒なしです。これで OK ですか。はい、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 では、はい、解説をお願いします。はい、一応初手がポイントかなと思ったんですけど、はい、あまり候補の初手の候補が少ないので、ちょっと飛車なのか桂ならずしか打てない。あ、そうなんですよね。ちょっとそのつもりがちょっとすみませんって感じで、1三飛車成が一応ポイント で、はい、ここでまあ、ヒントに合駒問題という書かれてますけどね。はい、はい、そうですね、まあ、受けちゃうと詰んでしまうということですね。はい、はい、なので合駒はこう移動合いということですね。あ、はい、そうですね、はい、はい、で取っていいんですか。あ、はい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 、私やっちゃっていいんですか。お願いします。移動玉はい、はい、で1三角成で、はい、これが気持ちのいい決め手ですね。はい、はい、そうですね、はい、2三金と、はい、はい、ということで7手詰めが正解となります。はい、はいはい、どうですか、作った感想は。そうです、やっぱりこの詰め上がりの図の時に3人の桂馬がちょっと形悪いかなと。あ、まあまあでもいいんじゃないですか。思ったので、はい、うまくできてるんじゃないですか。はい、解けてもらえたらすごく嬉しいです。はい、いや、正解されてる方も多かったですし、はいはい、78名の応募で正解が68名なので、 あ、はい、ありがとうございます。 87% の人が当たってます。すみません、解いてもらって。はい、じゃあ、抽選の方を、抽選、はい、1名お願いします。はい、お願いします。はい、京都府からお越しの高田様。あ、いらっしゃいました。はい、おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ということで何か最後言い残したことはありますか。あ、はい、今日は皆さん、たくさんの方にお越しいただき本当にありがとうございました。将棋の方はちょっと内容があまり良くなかったので、ちょっと皆さんに癒しの将棋をちょっと見せてしまったかなと、ちょっと申し訳ないなと思うんですけど、これからも頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ、最後ですかね。はい、最後に、はい、怖いお姉さん。いやいや。はい、山口女流一級。はい、はい、すいません、よろしくお願いします。はい、今日の主役に来ていただきましたね。はい、いやいや、主役と、はい、応募総数も一番多いですよ。はい、本当ですか。はい、シンプルな玉形を、はい、91名の方が応募されてます。 ありがとうございます。はい、あ、そっちでしたか。玉がすいません。そうですか。こちらでして、こっちで作る人もいますけど、これは別にどっちでもいいのはいいんですよね、詰将棋というのは。ああ、いいんですけど、はい、ちょっとここら辺が、はい、ここら辺にせっかく移動させたのにというのが、ね、まありますが、こっちで作ろうと思えば作れますけど、はい、まあ一応出題がそちらだったので、 そっちの方がいいかなと。はい、すみません、こちらに。角金桂でしたか、持ち駒。ちょっといきなり駒が小さくなったので、ちょっと目が慣れないですね。ああ、持ち駒が持ち駒角金桂ですね。角金桂、やっぱり駒を並べながらでもさりげなくそういうことを言いますか。いえいえ、こちらが、はい、はい、これが主形ですね。はい、になります。はい、で正解が
正解が、はい、あ、正解もいきなり符号で言って大丈夫、はい、どうぞ。正解が、8四桂と、はい、まず逃げ道に捨て駒しまして、はい、で、まあ、同歩の一手なんですが、ですね、次の手が急所ですかね、はい、次の手を、はい、まあ、この飛車の位置がポイントで、はい、ちょっと最初ここに捨てたんですけど、ゆずめが出ちゃったので、おしゃれに7五に置いて、おしゃれですね、はい、確かに。で、7四角と、はい、これが、はい、ポイントですね、捨て駒に、はい、ですね、逃げ道に捨て駒しまして、2回目の退路封鎖といって、相駒するとちょっと駒余りなので、はい、同飛車と、はい、取りまして、はい、飛車がちょっと壊れてる、飛車がちょっと離れちゃってます、はい、ちょっと変えますか、変えなくていいですか、ギリギリですね、はい、で落として8二金と、はい、で9三玉でこう飛車がいるのでこうはできない、そうですね、7二にスライドさせるってとこまでちょっとポイントで、はい、8三玉に8二角なるまでの9手詰めということになります。はい、はい、いい詰め将棋ですね。あ、ありがとうございます。これちょっと歩きながら考えました。ちょっと偶然できました。いやでも、いや詰将棋最後のあるんじゃないですか。はいはいはい、歩きながら作れるということは、はい、僕もちょっとあの歩きながら頑張っていただいて、頑張って歩きながら考えます。はい、83% の方が、はいはい、正解されています。あ、なるほど、 83% ということで、はい、であの1名、1名様、はい、抽選お願いします。抽選で、はい、引きました。姫路市からお越しの下田茂雄様。下田茂雄様、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。はい、どうもおめでとうございます。ありがとうございました。あ、戻ってきちゃいました。あ、いや、あの、せっかく戻ってきていただいたので、あの、センターで、いやいや、すいません、いや、ありがとうございます。締めていただいてもいいんですけども、はい、あ、本当です。いや、締めるのはちょっとでもないですけども、あの、今日人間将棋させていただきました。あの、甲冑を着させていただいたんですが、将棋の方は、あの、口の方が記憶に皆さんに残られたのではないかと思いますが、あの、最後の局面、7一竜まで、はい、記憶とともに私を覚えていただければと、この、はい、秋の日の、まあ、ちょっと浴びながらそういうことで、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい。なんだかな、はい、なぜか私がアシスタントを務めることになってしまいましたけども。いやいや、すいません、はい、なんか急になんかお願いしちゃうことになりまして、はい、あの、ということで、まあ、詰め将棋はこれで、はい、終わりにしたいと思います。最後どうすればいいんですかね、これ最後の。はい、どうもありがとうございました。はい、皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日ご出演していただきました棋士の皆様にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆様、これをもちまして本日のステージイベントは終了いたしますが、この後も指導対局は続いて開催しています。参加は事前のご応募が必要ですが、見学は自由ですので、最後までどうぞお楽しみいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。